カルバンクラインカルバンクラインはアメリカのファッションデザイナーまた同盟の世界的ファッションブランドである1942年アメリカニューヨークブロンクスクに生まれる1962年ニューヨーク州立ファッション効果大学短期大学部卒業1968年幼馴染で親友のバリー・シュワルツと共にカルバンクライン社設立 レディースウェアのプレタポルテコレクションを手掛け始める。1972年、スポーツウェア部門設立。同年3月、化粧品、香水部門の会社を設立。1973年最年少でコティ賞を受賞。以後1975年まで3年連続この賞を受賞する。1970年代後半引くジーンズ、下着を手掛け始める。 1983年カウンシル賞を受賞。1992年セカンドライン CK カルバンクライン創設。1993年レディースメンズ両部門でデザイナーオブザイヤー受賞。1995年ニューヨークマディソンアベニューに旗艦店をオープン。ヨーロッパで最初のカルバンクラインコレクションを開催。2001年本国アメリカ市場からセカンドライン。 CK カルバンクラインを撤退。2002年、カルバンクライン社を4億3000万ドルで、アメリカのアパレル会社、フィリップス・バン・ヒューゼンに売却し、PVH 参加に入る。2003年、クライン、デザイナーを引退。2004年公認デザイナーに、レディスはグッチで活躍していた、フランシスコ・コスタが、メンズは、ロメオジリのデザインチームにタイタローズ・ケールが就任。二千十七年、ラフ・シモンズ。 RAF シモンズがチーフクリエイティブオフィサーに就任。すべてはカッティングから始まるを哲学とし、ボディラインを強調したシルエットのコレクションを発表している。メインブランドはカルバンクラインコレクションで系列のセカンドラインとして CK カルバンクラインがある。2013年秋以降はカルバンクラインプラチナムラベルへと解消された。日本においてはメインブランドよりも 価格設定が低いこちらの方が一般的である。日本ではオンワード菓子山が主要な事業会社となっている。カルバンクラインはアパレルの他に時計、サングラスコスメティックスジュエリーインテリアなどを手掛けている。中でも下着と香水は特に有名である。カルバンクラインアンダーウェアとして展開している。着心地が良くポップなプリントが 魅惑的なウィメンズラインはネット通販セレクトスクエアで入手可能。ストッキングをグンゼと提携して制作している映画バックトゥザーフューチャーにも登場した。主人公のマーティはウェストバンドにカルバンクラインロゴが書いてあるブランド下着を履いていたがタイムスリップした1955年当時はウェストバンドにロゴが入ったアンダーウェアは存在せず。 また、カルバンクラインブランドの生まれる13年前になるため、自分の名前が書いてある下着を履いている。また、俳優のマーク・ウォールバーグが、カルバンクラインの下着モデルに起用されて話題にもなった。カルバンクラインフレイグレンスとして展開、代表的な銘柄世界最大の時計メーカー、スワッチと提携し、製造、販売している。ありがとうございます。